だからね、そのアニメとかコミックっていうのは割と最近の次元の技術なの。それまではもう本当に小説一点張りだった。で、私たちのその知性も小説しか返さなかった。どういうことかと言いますと、実はその小説しか返さなかった私たちの実は、私たち全員まだ爬虫類人類やったんです。爬虫類人類は小説しか返さないんですよね。さて、じゃあそのね、コミック書ける先生っていうのは、本当にね、脳も左脳も発達してるの。だからさっきの遊覧とかサタンの話もね、脳左脳の話じゃないんですね。で、じゃあアニメーションまでご自分でできる、作ることができる漫画家っていうのは、もちろんその右脳左脳だけじゃなくて、もっと奥の方のね、運動機能を司るような、運動神経を司るような、そういった古い脳もめっちゃ発達しなさってるの。だからすごい人類としてすごい形。じゃあ運動不足になるじゃないですか、あの仕事。そんなに優れた脳があって、そればっかりやったら、うん、そうでしょうね。だけど、すっごいバランスと、すっごい強い哲学と、すっごい人格でしょ、あの人たち。要するに、アニメの応募者たちはね、そうなの。それは、驚嘆に値する、尊敬に値するでしょ。うちから見ても、すっごいなと思うもん。弟子から見てもね、すっごい人たちとおるよ、そら。だって、うちのそんなに能力あるようにチューニングはされてないもん。だって、うちは本当は地球そのものだから、それの人間バージョンに過ぎないから、優れててもしゃあないの。でしょ、人間として優れててもしゃあない。それよりも、他の生き物の気持ちをわかるかどうかのが大事。だから、魔女としては非常に優れてるはずですけど、だけど、非常に特化したタイプの魔女には全然かなわないでしょ、その分野でもね。魔女としてでもね。でしょ、何でもかんでもいろんなことできますよ。でも全部アマチュアレベルでしょ？でしょ？それでいいの。うちはアマチュアっていうのは、まあ、そのアマテラスがアマチュアの語源、あ、逆か。アマチュアがアマテラスの語源か。まあ、お互いにその影響を及ぼしたいようです。ね、それでいいの。ね、で、結局、まあ、アマリタリシって言葉はまたいろんなパターンがある。エミシェラスね。全部アマテラスの語源ですけどね。そこは興味あるでしょうけど、ずっとこんな話ね、してるでしょ。だから今ちょっと、もっと興味あると思う、そのアニメとかの話に戻るけどね。なんでかっていうと、その皆さんは、じゃあ、その、大脳とかの、右脳さんの、脳奥の方の脳の話、っていうのを考えたときに、その、じゃあ脳はパーツなんですかって、パーツしか発生ないと、ビガーのときにね、習ったでしょ。習ったかね、覚えてるかな。ね。でそういう、発生のまま、で分離された状態っていうのがその表意のターゲットになっちゃう。じゃあどうやって一体化させるんですか？うん、スポーツしかないの。とりわけダンスがいいよって言ってる。でも、本当にしんどいものをから逃げるためにダンスやったりとかしたら壊れやすいよね。それはやりすぎるし。そう、やりすぎたらかなりそれ気持ちいいから言ってる。本来の人間の体の動かし方の完成形がダンスやから、人間しかできない動き多いでしょ？だから、その気持ちよくもなるし、やりすぎてもし、壊れる、ね。そしてまた、そんなに、そう、そんなにダンス気持ちいいんだけど、気持ちよかったらいろいろ宝がある。哲学が分かったらダンスしすぎて暴走しちゃう。めんどくさい、難しい世界でしょ。そうなの、細胞液体にとっては、あなた方自我のせいで。あ、そっか。でしょね、良さそうな体に、うわーって集まってくるでしょ。今までおった体捨てて。そんな体どうでもいいね。良さそうな人生生きてる人だったら、恨むでしょ、妬むでしょ。なんであいつだけ、ええ体に、表現しやがって、でしょ。ただ、肉体細胞由来の自我もあるからね。なんでか言ったら、目覚めた自我ももともと肉体細胞由来やね。長いこと、肉体をさせてもらってへんの。肉体細胞にならせてもらってへんの。罰を受けてるん違うから。でしょ、思い出した。で、まあ、それはまあいいじゃないですか。分かった。で結局ホームステージ時期が終わって、また皆さんがどういう気持ちになっていくかって振り分けの時期ですね。だからこれから後の時代、またちょっと前の時代までと同じような感じですが、その細胞由来の自我がちゃんと真っ当な、真っ当なというか、まあ、細胞から見て、まあ、理解できる生き方をするわけ。それが大体の時代に戻るの。でちょっと大狂乱、競争の時代じゃない、大狂乱の時代もう終わるところ、そろそろね。ホームステイしてた時代って、まあ数千年ホームステイしてたんだけどね。ホームステイの長さ自体ね。つまり、
四大文明の頃に表示が始まった。それ以前のあった文明、全部その表示がたちが否定してかかって。それが数千年前に文明が始めた、始まったっていう嘘やねんな。そっからして嘘やから、まあその後の授業で延々嘘の歴史を編纂し続けたわけ。ね。じゃあ、その、例えば、持統天皇といっても、うちの先代であるアマタラスの、つまり、ヒエダノアレイの覚えてた話を勝手に書き換えた。ってことはね、ヤマト民族であるその持統天皇って、アトラ、佐野が強かったんだよね。え、わかる？右脳型やったらそれ、というかその、ヒエダノアレイの覚え方っていうのは、右脳佐野の話じゃないからね。そういうような次元じゃない。うちの覚えてるやり方と一緒だって、うちの先代しか、うちっていう卵子の前の姿やから、こんな感じで覚えとってるんですよ。とうとうと思い出すわけね。ヒエダノアレイもそうでした。で、それを見て、持統天皇は嫉妬したわけね。いわゆるそういう嫉妬もついてのことを、猿目とか、渦目とか言うんだよね。で、2000の歴史を書かせたわけ。自分で考えたというより書かせた。で、まあ、自分の中で言うと、こんな風にしてほしいわって。日本の歴史。自分以前の話、でんぱ、自分好みに書き換えさせて、持統天皇。ね。で、その後何したかって、ヒエダノアレイを殺したって書いたんでしょ。その殺し方っていうのは、実は、フリア先生の先祖の物語の大将軍と、よしも、およりのトンネル大将軍と、ね、と、大友の助大将軍2人、人心のラブの英雄2人、戦場の英雄2人、天武天皇の特勤大将軍2人、ね。どんなに来られると負けるでしょ。神道ももう手伝わなかった。奈良仏教だけが、ヒエダノアレを守った。まあ、あと、多治見豪族たちも守ってくれた。かかり。西浦はずっと後の存在だしました。で、加藤はその直後で集まってきた。中富やから、もともと。加藤って。だから、ヒエダノアレイの時代は加藤なんかいない。中富家って名前だし。で、中富の鎌足はね、持統天皇の方についたけど、長男の中富の伊賀には、大臣を守った。そして、春日井、というか、森山春日井、森山のかな、の方で陣取った。森山って、だから中富の伊賀が陣取った場所の。そして大友の府県の軍勢を迎えて、まあ、穴ぼこ掘りの名人やったんで、大友の府県の軍勢も苦戦したけど、まあ、多勢に無勢で、伊賀はついに捕らえられて、自分の、立ち込む自分の掘らせた穴に生き埋めされて、名古屋に伊賀って名門があるけどね。嘘以上のこといっぱいある。で、だから見て伊賀家の供養はまだ済んでない。うちが、専門家とは思っています。伊賀っていうお方とも、もう今つながっ、これ以上言いません。まあ、大隅はね、いがみ切ってて、これ、それもこれ以上言いません。その猫の、その前でうちいろいろ喋ってるやろ。五六体相手にいろいろ喋ってるやろ。わけわかるよ。なんでそこでさ、そうするか。いがみ、中富のいがみに対する。